その時の高平さんのこのなんか顔とオーラ見て、これはやんなきゃダメだみたいな、引き出してもらえたっすよ、なんか謎の部分を。多分山本さんが多分号泣しましたよね。こんにちは。今日は、ブレイキングダウン5で、対戦した、空手家のみっくんに来ていただきました。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。遠くから、東京から来てくれたということで、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、せっかく来ていただいたんで、ちょっとみっくんに、試合前の心境とか、はい、試合中、試合終わってからのこととか、ちょっといろいろ質問していきたいと思います。よろしくお願いします。ミクです。自己紹介お願いします。はい、ブレイキングダウンで朝倉ミクに憧れる空手家って出てたんですけど、まあ、基本煽り部位の酒井泉が印象強かったと思うんで、酒井泉のなんか好きな人だと思われてると思うんですけど、一応空手を5歳からやっていて、18ぐらいまで普通にやってたんですけど、そこからトレーナーの方に回ってビッグボクシングを教えてた感じです、はい。今もトレーナーされてる。そうです、自分のところで針とトレーナーのとトレーニングと整体が全部できる。今自分はトレーナーやられてるってことなんですけど、はいはい、そのなんでまだこう応募しようと思ったっていうか、そもそもなんですけど、もう朝倉みくるさんに憧れたとか、まあ、好きなのは変わらないんですけど、はい、自分の今やってるサロンを立ち上げるらへんの時に、はい、みんなで俺朝倉みくるさんの喧嘩自慢出たいんだよねとか、ブレイキングダウン出たいんだよねって言ってたんですよ、はい、そしたらなんかたまたまその流れで朝倉みくるさんと10人2期のあれが出たので、はい、でなんかブレイキングダウンそのノリで応募したら受かっちゃってみたいな感じです。ノリです。喧嘩自慢も出てましたね、渋谷の喧嘩自慢。喧嘩自慢出てました、はいはい、渋谷の喧嘩自慢で朝倉みくるさんと対決してますもんね。そうっすね、まあ金的を蹴ったやつっていう認識になってますけど、世間にバチコも蹴ってましたもんねかなりムニュってなったっすあれチンガードつけてないけどね、つけてないです。親指が思いっきり入ったんで、金的蹴った時が殺されるって思ってこの後絶対本気で来るって怖いですね青ざんかすごい、確かに。実際みくるさんと手合わせて、いや強いって言われてましたもんね。一応なんか言っていただきました。で僕その動画見てたんで、ちょっと正直怯えてました、ね、絶対嘘じゃないですか。いや、ほんまそんま絶対嘘っす。いや、僕もオーディションでほんまにすごい蹴りもらっちゃってたんで、はい、キック経験も全然ないんですよ、はい、実戦やったことはほんま2、3回で、はい、それでハイネ選手にああいう形でやられてしまってたんで、はい、もう蹴りに対してもうすごい恐怖症、そうなんです、恐怖心があったん で、はい、で正直やるのちょっと怖かったですね。オーディションで負けて、はい、いろんなことも言われてたし、素人に失神させられたとか、うん、こうやこうやとか言って、ミックに負けた俺もう街歩かれへんなと思ってたからさ、そのプレッシャーは多分山本さんの方が強いだろうなと思ったんで、プレッシャーはめっちゃあった正直、はい、うん、心の余裕は多分僕の方があったり、それが負けてもまあ誰やねんって終わって静まるかなと思って、うん、僕はほんま正直余裕なかったです、まあ、試合前の表情とか見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、緊張してたわけじゃないんですけど、何ですかね、ほんまにちょっと怖がってましたね、うん、絶対負けられへんっていうのがほんま一番あったんで、ミックのオーディションでも全カットされてましたね。そうなんですよ、綺麗に綺麗にね、綺麗に全カットされてスパーリングもしたんですけど、そうですよね、全カットされてました。あのスパーリングも良かったのにね。そうなんですよ、僕運営からなんかその対戦相手決まりましたって言われた時に、対戦相手の映像見ますかって言われて、あ、欲しいですって言ったら、そのミックがオーディションで戦った映像をもらったんですよ。で結構相手あれボクサーだったんですか。16歳でプロボクサーになって。ああ、そうなんですか。なんかボクサーのことやってて、普通にその子ボコボコしてるんですよ、ミック君。いいよと思って、ね、ボコボコしてるんですよ。動画持ってたんですね。持ってました、持ってました。知らないと思ってたんですけど、俺、情報ないから、なんとかなるかと思って。さすがに、それは決まってました。あったです。それで、ちょっと怖いなとは、正直思ってましたね。僕の方が全然怖かったですよ。うん、僕もオーディションで、ああいう形でやられちゃって、はいはい、まあ、運営から何も言われてなかったですもんね。そうです。そうそう、連絡もらってなくて、だから俺ももう やられたし、負けたもんやから、もう落ちたと思ってたんですよ。7月入る、ほんまちょっと前ぐらいですね。僕、6月27ですね。3週間ないぐらい時にメール来とって、で対戦相手は教えてもらえへん状態で、ね。僕は教えてもらえなくて。僕も教えてもらってなくて。あ、そうなんすね。そうそうそう。やるとやるか分からなくて。だから、ただ、弱いやつを当ててこうへんやろうなと思ってたんですけど、なんか運営の人から連絡来て。
て、でなんか当初山本さん相手決まってたんですけど、あまりにも隠したから、なんか朝倉未来さんがみっくんとの対戦を希望したということで、僕とみっくんの対戦が決まったみたいです。だから朝倉未来さんにも相当認めてもらってると思うんですよ。嬉しいですね。でそれで試合決まって、はい、でギリギリに僕とやるって、はい、僕もギリギリにみっくんとやるって知らされたんですけど、はい、その試合前の心境ってどうでした？だからもうあれですよ、そう予想してたんですよ。でもなんか自分が多分出れないはずだったのに急に出れるってなったことは、絶対弱い相手でもそのあっちのひな壇側では絶対ないじゃないですか。確かに確かに。で多分強いじゃないですか 100% って思った時に考えてみる、うん、絶対山本さんだなと思ったんですよ。あ、俺やなと思ってた。逆そうだもん。それすごい考えやね、はい、引き寄せた。一番この相性悪い相手だろうなと思ってたんですよ。いや 俺もそうやな。そもそもオーディションの控え室でめっちゃ怖い人いるってずっと思ってたんですよ、山本さんって。ね、オーディションの控え室で会ってますもんね。そう、僕らここら辺で見てて、山本さんここら辺にいてなんか仕切ってたんですよ、場を。めちゃくちゃ仕切ってる。仕切ってはないですけど、なんかこう知り合いとか多くて、なんかこうみんなこう来るから、そのなんていうの、わーみたいなのできて、こうみんなで、まあ、ワイワイじゃないけど、まあ、ちょっと喋ったりはしてたけど、俺もうめっちゃ申し訳ないけど、みっくんオーディションおったのほんまに知らんくて、みっくん試合終わってからインスタでメッセージくれたんですよ。ほんならなんかオーディション終わった後にもメッセージくれてて、今日はありがとうございましたみたいな、こちらこそって俺も返してたけど、全く思い出なくて、その試合後メッセージもらったんで思い出したっていうか、おおおったんやみたいなぐらいの感じやったから、最初分からなかったんですよ。で話こうって聞こえてくるじゃないですか。何調べたんですか、名前。やべえ人いるなんでここにいんの。調べてくれた。そうです。あれなんかアマチュアの人しかダメなんじゃないのブレイキングダウンと思ってました。一番やりたくないと思ってました。いや俺も嫌やわ、そんな無名でこんな強かったらね、それ誰もやりたくないと思うわ。いや試合前ちゃんと寝れてました。いや2週間1、2時間しか寝てないです。マジですか、それはお前ですか。マジっす。メンタルだいぶ追い込まれてた。追い込まれてました。ホントになんかもう死ぬんじゃないかみたいな。いや全然俺よりプレッシャー感じてるやん。そう高い色も試合前と試合後のテンションめちゃくちゃ変わった。全然出ちゃうかな。ずっとうつむき加減やったのに大丈夫かなと思ったけど、試合終わって勝ったってなった後、もう控え室全員にインタビューしちゃった。 TikTok ライブやってた、やってた。マジでなんか僕も山本さん壊れちゃったのかなって。違う、あれはホストンがお前俺にやってほしいって言ってきたからやってたんだけど。いや違う。いやほんまにそう、ほんまにそう。なんか負けた相手なのになんか敬語したかったっすね。うわ俺ここにいるのに。そうそうそう、相手側の司会。そうそうそう、すごい実力持ってますよね。たまたまです。ほんまみくるさんの思惑通りめちゃくちゃいい試合。いやほんまに、まあ、もっと伸びてほしいぐらいですね。確かに俺ら結構いい試合したのにあんまりバズってないもんな。そうです。他の人らがもうキャラとか強すぎて、まだ、ね、もう結構いい試合したって言ってもらえるのは素直に嬉しいですよね。多いですね、やっぱ、うん、ベストバウトっていうコメントがめちゃくちゃ多い。まあベストバウトって言ってくれてる人もいるんで、まだ見たことない人はぜひ僕らの試合見てください。うつむいてたわけじゃないんですけど、まあなんていう、集中してた。ああなるほどね。ほんまに俺その早見選手とオーディションでやった時ってほんまにやるかどうかもわからんし、まあ、それこそ僕なんかオーディションの前の日なんかああ言われたらこう言おうとかなんかいろいろ考えてたら全然寝れんくて、でなんかもう寝れへんから一発抜いて寝ようと思って一発抜いたけど、もうそのまま寝れへんくてもう寝ずにオーディション会場行って、朝の8時か9時ぐらいに行ったのにね、始まったのに2時とか3時でバリバリ待たされて、まあその言い訳なんですけど、なんかほんまにでもなんか軽い気持ちで挑んでたんですけど、でそれでああいう結果になって、でまあみっくんと決まって、もう絶対に負けるわけにいかないじゃないですか。まあこっちは実績もある、まあ、元プロで、まあ、みっくんはまあ空手20年やってたとはいえ言うたら素人で、ね、やっぱ実績も全然違うし、だからそこでおちゃらけられなかったんですよね。だからこそなんかコンディションとかも結構真面目な感じになっちゃったし、煽りとかも全然できなかったんですけど、まあそれはそれで良かったと思うんですけど、なんでまあ試合終わったらなんかそのなんか緊張が解けていつもの俺に戻ったみたいな感じですね。どっちか言うたら、だから俺が壊れたわけじゃないですか。ああそうなんですね。もともと壊れてる。誰がや誰がややべ、洗礼食らった。試合終わったじゃないですか、うん、控え室戻ってる時に
階段の方にパッて見たら、うん、山本さんが多分号泣してましたよね。ああ、泣いてましたね。そうですね。それ見た時にわあってなった。僕より多分かける思いが上回ってたんだなって思っちゃうし、僕も涙じゃなくて、うん、やりきったと思っちゃったのと、山本さんこう涙して電話してるのを見て、いや、なんかすごい本当に結構張り詰めてたものがあったから、前々と電話してたんですけど、なんかこう声聞いたら安心して涙出てたって。僕非常階段みたいなのを喋ったんですけど、パッと見たらみっくんがこっち見て、あ、多分見たらあかんもんみたいな感じで、あ、俺も見られてもダメだ、恥ずかしかったんですけど。試合直前ってどうでしょう、なんかリラックスしてる感じに見えたんですけど。公開計量とかの時なんか山本さんめちゃくちゃなんか怖がってるなと思ってたんですよ、うんうん、なんか僕なんか逆になんかもう、いや、なんか死んでもいいやみたいな、うん、なんか頭おかしくなっちゃって、うん、試合前になって、なんか試合直前は大丈夫だったんですけど、KO ついたじゃないですか。あ、ついましたね。うわ、これ俺もこれやりたくねえみたいな、うん、な何十何万人がその見てる中で KO されたらめっちゃ恥ずかしいなって思ったんですけど、うん、もうなんか大丈夫でした。開き直ってました。開き直ってました、試合前からなんか作戦とかって食べてました。本当はサウスポーなんですよ。はいはい。しょっぱい試合をするタイプなんですね、結構。面白くないし。あ、そうでしょ。そうです。そういう感じなんです、僕も。そういう感じって言っちゃ悪いんですけど、サウスポーで本当に距離取ってやりたかったんですけど、なんかいざ始まっちゃった時に、これ、そんな試合したら、そもそも目立ってないのに、ダメじゃねって思って。始まってからもそうです。おう、始まる前はでもサウスポーでやろうかなとか思って。ちょっと距離取って、うまいこと。そう、最初遅かってたんですよ、あの、始めたばっかりの。でインファイトはオーソドックスでしか僕できないんですね。サウスポーできない。右利きのサウスポー。そうです。ああ、そういうことですね。中距離と長距離はサウスポーできるんですけど、インファイトサウスポー苦手なんで、これもオーソドックスで思いっきりカーブキックを最初に思ってたんですよ。なんでその作戦通りではなかったです。その時の高平さんのこのなんか顔とオーラ見て、これはやんなきゃダメだみたいな、戦わなきゃダメだって思ったんです。そこで思ったんですね。すね、まあ僕は他の動画とかでも言ってるんですけど、絶対蹴ってくるの分かってたんで、はい、もうほんまに距離潰してしばき回そうと思ってます、はい、まあ、それも他の動画でも試合前から見てたから、はい、まあ、みっくんもそのつもりやろなと思って震えてましたね。ただ始まったら、まあ最初の一発目の蹴りはちょっと見切ろうかなっていうのはあったんで、でももうみっくん背高いし、いざ向かい合ったら結構距離遠くて、で僕も最初距離取ったんですけど、最初の一発目のローキック、ね、パッてこう外せたんですよ、バックステップで。よし、見切ったと思って、でこの距離やったらいけるわと思って、はい、で思った瞬間、次のローキック、バチコン蹴られて、やっべえと思って、普通にこのままじゃやられると思って、もう、ガッて前詰めて、距離詰めていった感じですね。僕は最初はそのローキック空振りした後、すぐ来ると思ったんですけど、来なかったじゃないですか。いや、入れんかったですよね、距離があまりにも遠くて。ただ僕のこのガードが多分右のガードちょっと前出てたんで、フックバーンと飛び込んでくるかなと思って、うん、時にガッて前に来たんで、ファッてガードしたんですよ。そしたら一回落ち着いたんで。え、ガードも上手いですよね。ディフェンスが好きだったんで、しょっぱい試合なんで、あ、ディフェンスしてホストーンと一緒。ホストーンタイプ知らんの。距離バッて詰めていったけど、まあ、僕ね、まあ、キックあんまり自分自身できんから分かんないですけど、はい、距離詰められたら蹴られへんもんやと思ってたんですよ。そうっすね、キックボクサーの人にも、はい、対策としてはまあ距離詰めていって、はい、1分やったらもう殴り続けたら相手蹴ってこられへんから体勢崩してって言われてたのに、ミックンもう距離詰めてんのにバンバン蹴ってくるから、正直あれはびっくりしました。あ、本当ですか。びっくりしました。こんな蹴ってくるっていうぐらいめちゃくちゃパンチとキックの打ち合いでしたもん。僕あんな試合したことないです、人生で。あの試合でも普通に面白かったね。引き出してもらえたっすね、なんか謎の部分を。あれは僕も面食らいましたね。頭下げんの危ないってどんな人にも言われて、はい、それで倒されてるし、はい、言われてたけど、やっぱどうしても癖で出ちゃうんですよね、打つ瞬間。そうそうそう、そこにやっぱ右ハイとか何回か合わされてて、まあ、ブロックできてたやつもあったけど、できてないのもあって、左手がでもめっちゃ高くなってるなと思いました。あ、思ったでしょ。当たんなと思って、右ハイが無理だと思って、左ハイに切り替えた。左ハイも一発、ほんまにいいのもらって、ちょっともうグラッときたんですね。もう終わってから5日ぐらいは頭痛かった。僕もこの間も痛かった。でもガードのしてたんですけど、ガードの上からでも食らったことないパンチの威力だったんで、いやもうそれでね、もうぶっ倒してやろうと思って。こんなの出したマジ怖かったですね。いやでも俺もあんな蹴られたことなかったんで、ほんまに
足もめっちゃ痛かったし、カーフも痛かったし、でこっちの太もも痛くて、はい、で家のなんかローテーブルあるんですよ、はい、ローテーブル、はい、そこに何回かこうカーフ蹴られてもちょうどぶつかるんですよ、はい、ガーンってぶつかった瞬間もう何回かこうミックの顔を見てくそーミックの顔作戦は成功しましたね。いや、ほんまにちょっと聞いてましたね。はい、みっくんっていう名前を忘れさせないようにするみたいな。確かに。帰ってからも何回も思い出してるんで。残り10秒まで、正直、どっちか分からんぐらいのめっちゃいい試合。いや、ほんまに。僕も試合終わって、はい、判定出るとき、まあまあ長かったじゃないですか。はい、自分では勝ったとは思ってるけど、はい、なんか確信持ってなくて。はい、俺に聞いてきた。そう俺勝ったやんな、聞きましたもんね。それぐらいと接戦やったと思う。僕は完全に負けたと思う。負けたと思いました。100負けた。マジですか。本当は終わった後、マジでなんかありがとうございますって感情しかなくて、こう抱きつけに僕行っちゃった。いや、俺もほんまに嬉しくて、試合できたの嬉しくて、僕もほんまに抱きつけに行ってきたんですけど、全然こっち系ではない。僕もこっち系だと思われがちです。ミックどっちでもいけそうです。この指輪がもうカモフラに見えてる。今後はどうしていこうと思ってるんですか。その当初の標的、はい、で僕はあの、うん、おうちゃん、小倉さんなんですけど、理由があって、向こうも元 K-1 ジムのチーフトレーナーで、うん、まあ、プロ経験なしじゃないですか、うん、まあ、僕も同じような感じなんで、はい、プロ経験ないトレーナーの最強決定戦をしたかったんですけど、はい、まあ、でも歳三君のせいでちょっとできなかったんで、そこをやりたいなって思ってます。あ、でもその対決ぜひ見たいですね。どっちも実力あるんで、オフ君もほんまに強いし、ミック君もほんまに強いんで、その対決はちょっとぜひ見たいな。ガイロさんはその今後ブレイキングダウンの看板選手になるってことですか。ハイム選手とリベンジのためにやっぱ出続ける、うん、そうですね、やっぱりもう出たいなと思ってるんで、うん、まあ、ハイム選手にリベンジしたいっていうのがやっぱ今回出たのもそういう感情が大きかったんですけど、はい、まあ、でもなんか終わってみて、まあ、ハイメ選手にリベンジするっていうことにことだけに固執してもなんかしょうがないかなと思って、うん、だからもっとなんか大きな視野で、もっともっと強くなって、1分間だから最強を目指して、まあ、ブレイキングダウン今後も出たいなと思ってます、うん、まあ、あまり強いやつ倒して1分最強、うん、はい、そこがやっぱ一番目標ですかね。いや、ボクシングが1分だって僕的には一番強いのかな。いや、僕もそう思うんですよ。キックに対しての対応さえ覚えれたら、はい、カット全部して、あとはもうパンチで、うん、絶対こっちの方が早いじゃないですか。確かに、そうですよね。しかも、スタミナも多分蹴るよりパンチの方がその消費量が少ないんで、うん、実際2人から見て、今回の大会で一番強かったのだろう。やっぱ圧倒的な強さ見せたのは飯田さん。バズってますもんね、めちゃくちゃ。やっぱ日健君も実力者で、まあ、ひな壇側の人間じゃないですか。そこでやっぱあのパフォーマンスできるのはさすがやなと思いました。あとはやっぱ西谷選手とハイム選手の試合もすごい良かった。いや、面白かったですね。で、やっぱ最後西谷選手がこう意地見せたというか、ラスト2秒ほんまに強かったですね。僕は俺、ヤモスさんが一番強いと思いました。おい、本郷さんです。ありがとう。こっちいや、本郷さんです。飯田さんがすごいフィーチャーされてるんですけど、僕的にはヤモスさんの方が強いでしょってずっと思ってるんで、あ、でもそう、体重も体重だいぶ違うんで、まあ、やることはないかもしれないですけど、はい、テクニックだったりとか、その積み上げてきたものは、でも飯田さんってキック経験もあるから、あ、そうですよね。そうそう、そこでやっぱりすごい差が出ちゃうん で、今後はちょっと僕もキックボクシングの練習もしていきながら、蹴る練習はあんましてほしくないですね。なんか蹴らないです。そうですね、重心変わっちゃいそうじゃないですか。そうですね、もう蹴りに対しての対応とか、はい、うん、だけ覚えて、僕はもうパンチだけで戦おうって決めてます。多分あの僕が蹴ったら僕が怪我すると思う。生足だとめっちゃ痛いっすね。めっちゃ痛いっすよね。痛いっす、めっちゃ痛いっす。めっちゃ痛いっすからね、あれほんまに。レガースつけてると大丈夫ですけどね。そうっすよね。もうブロックとかしてもびっくりするぐらい痛いっすからね、手。次の大会は顔面、膝、あり、らしいっすね。膝パッドもなしみたいな。あ、マジっすか。じゃ第8回、9回大会ぐらいだったらもう肘とか続きありとかなって。そうっすね、もう素手になってるかもしれないですね。海外進出、じゃあ第15回大会ぐらいの時には多分もう金的も OK。 そんな大会じゃない。そんなこんなで、僕ら2人、これからも頑張っていくんで、応援の方よろしくお願いします。ミックンも、今回のブレイキングダウンを機にですかね。そうですね、
ですよね、はい、YouTube チャンネル開設してブレイキングダウンで出てた中で YouTube やってる中で一番伸びてないんで正解ですじゃあチャンネル登録の方、はい、お願いします。よろしくお願いします。あの昨日上がってた動画見たら言い訳じゃない言い訳動画あれですよね、あの試合前肉離れをして、そげぶそげぶメンズエステで、メンズエステすぎて、そゲームやりすぎて、メンズエステ大好きなんで、どっちも肉離れしてたね。そんなん言ったら、まあ、僕も、はい、言い訳じゃない言い訳の方がいいですか、はい、僕もあのパンチ強く打ち込みすぎて、最初の2回ぐらいの練習で拳どっちも言わしてもらって、でそっからもう強くパンチ打てんって、あだからあの軽いミットあ、そうそうそう、軽いミットしか打てんくなってもらって、僕的にはあの僕弱いから、このぐらいで大丈夫かのミット、いや違う違う、パンチでパンパンって合わせて、で、あとはもう蹴られへんような練習を、ディフェンスの練習、はい、やりました。まあでも、言い訳じゃない言い訳動画っていうのめちゃくちゃ言い訳だから全部カットしてます使って、じゃあみっくんの動画見て言い訳じゃないけどって最初に言ってるけど、めちゃくちゃ言い訳してるからじゃあ、ちょうどこの後あの僕の方でもあのボクシングを教えてもらったりするんで、そっちも、はい、ミックのチャンネルでもやるんで、そっちもぜひご覧ください。お願いします。よろしくお願いします。まあ、これからも頑張っていくんで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。